メダカのうちのメダカディスプレイ、雫。届いた時はこういうちょっと大きい箱に入っていると思うんですけど、まあ、開けて、これちょっと実際には緩衝材とか入ってるなんですけども、箱の中にはこういう、まあ、ライトの箱と、雫の本体等が入っている、こういうちょっと大きい箱が入っていると思います。まあ、ちょっと、出します。でですね、この箱にちょっと入ってないものとしては、このような、ボール、それと、まあ、ちょっと濡れるといけないのでタオル、この2つをちょっと用意していただきたいなと思います。で、この箱ですね、それとこちらの方、これはですね、ライトはちょっとまた後で使えますので置いておいて、この本体、この蓋を開けます。すると、中にいろいろ入ってます、こちら生き物ですね、メダカと貝やエビが入っている袋2つ入ってます。でこれお玉になります。普通のお玉です。で、こういったものが入ってます。ちょっとしっかり梱包してるとは思うんですけども、中にはですね、開けてみると、ピンセット、長いピンセット、それからメダカをすくうための、網、あとメダカの餌と、一応今回使わないんですけども、水を足したりするときとかにですね、もしかしたら必要になるかもしれないので軽い息抜きが少量入っています。あとこれは、雫の蓋ですね、が入っています。こちらものが入っています。でこちら、最初に、まずこのメダカと、あとエビ等はですね、ちょっと出してどっか置いといて、これ横にしても水漏れませんので大丈夫です。こういったものですね。これちょっと炭も入ってるんですけど、炭は使わないんですけども、移動時にエビや貝がくっつけるところがある。でもう一つ、これが、水槽の本体、こういったものが入っています。でこれを出してしまって、もうこちらの箱はいいので、置いといて、でですね、この箱、こちらちょっと厳重に閉じてるんですけども、この緩衝材のところをこうやって開けてしまいます。これ横にとかしないように気をつけてください。一応固定してありますけども、できるだけ横にとかはせずに、ちょっと見たら分かりますけど、ここがあるのは上になりますので、上になる。でこれで、緩衝材もいらないので、で、まずこれを開けます。そうですね、中はこういう風になってるんですけども、もうちょっと緩衝材が入ってるはずなんですけども、ちょっと撮影しやすいように今回ちょっと緩衝材出してます。でこれちょっと危ないんですけど、そっと出してください。この箱と、で、これなんですけども、中身が動かないように、これ空気の入っている袋があります。これをまず出してしまいます。ゴムのところを外せば空気が抜けるので、そして開けてですね、もう中の空気を出してしまってから、これを取り出してしまって、ちょっとこれ触れてるので、タオルの上などにこういう風にして、でこの中、こういうふうにですね、いろいろと、紙が入ってます、これは水草とか石とかが動かないようにですね、なってます。でこちらの先ほどの袋を開けてピンセットが入ってるんですね。このピンセットちょっと先がゴムで留めてあるので外して待って、でこの中身をですね出していきます。
まず一番上にこうかぶさっている紙、これをもう取ります。先ほど用意していただいたボールとかに持たせていただければと思います。で、このですね、ちょっと見にくい、この石とガラスの間のところにですね、こういう緩衝材が入ってます。これももう取ってしまいます。ちょっとビニールなので滑るので掴みにくいんですけど、こうやってそーっと取ってください。水草が絡まってる場合があるかもしれないので、こうやって取ってしまいます。で、またさらにですね、周りにこういう風に紙があるので、まあそーっとですね、水草を引っ張ってしまわないようにそーっと取っていきます。で、最後ここに残ったやつ、これちょっとこっちから見ていただくと分かるんですけど、こういう、まあ、有形素で茎のある草があるので、これが引っかかってると引っ張った時に抜けてしまうので、こう気をつけてそーっとそーっと取ります。はい、これで、中の緩衝材全部取れました。ただこのボール使うので、まあこれもうゴミになる、ゴミですね。これ、紙とかゴミになるので、もう先ほどの袋でいいと思うので、に入れちゃってください。空気が入ってた袋ですね。こちらにポイッと入れてしまった感じになります。でですね、次に、これに、生き物、水と生き物を入れていくんですけども、まずは、エビや貝を先に入れます。で、先ほど出したですね、この2袋あるんですけども、まずこちらのエビとか貝とか、ちょっとそこにこの炭もあります。これをまずこのボウルに開けたいと思います。でですね、これも開けるんですけども、でこのビニールに入っている水、これもそのまま飼育水になるのでですね、絶対に捨てないでください。これを捨てちゃうと水作りをしないといけなくなるのでですね、これはもうそのまま使えます。ペットショップとかで魚とか買ってくると、水を作らないといけないんですけど、この水はそのまま使えます。二重になってる中のこれもこうやって取り出して、またこちらのゴム外して、ゴム外すときに倒しちゃって水をこぼさないように注意してください。炭、先ほどちょっと言いました炭、これがですね、運搬時にエビや貝がですね、ここに止まれるように入れてるんですね。ピンセットで出してしまってエビとか貝とかがもう捕まってなかったら、これもタオルの上とかに出しちゃってください。で、これを先ほどのボウルの中に入れていきます。これこぼさないように注意深くですね、あとあまり勢いよく入れずにそーっと入れてあげてください。でですね、貝は大丈夫なんですけど、多いですね、水がある程度減ったら、あとはちょっと貝、エビがドバッと出るように少し勢いよくこういう感じで入れてしまいます。ちょっと運搬中に結構糞をしてますが、もうこれはあまり気にせずに、こちらの方に貝が残っていると思います。この貝も外れたらこうやってもう入れてしまっていいんですけど、この
カバクチ鹿の子貝という1枚以外なんですけど、これは結構頑丈にくっついてます。なのでピンセットと、まあ、手で触っていただいてもいいんですけど、ピンセットでつまんで、まあ、思いっきりつまんじゃうとちょっと割れたりするかもしれないので、まあ、手を入れてあげてください。でこのカバクチ鹿の子貝今こうやってひっくり返っちゃったんですけど、これひっくり返るとですね弱っちゃうので、この飼育水、これをこのままこっちに使っていくんですけど、ドバッと入れるとですね、こっち掘れてしまいます。下が土なので掘れてしまいますし、エビとか貝もダメージを受ける可能性があるので、こちらの、お玉ですね、このお玉開けて、お玉ですね、このお玉でまず水をすくって、ちょっとこれが作業的には大変なんですけども、そーっと入れてください。水草が抜けたり下の土が掘れてしまわないようにですね、そーっと入れていきます。ちょっとこれ大変ですけどね、まあ、もうこれぐらい入ったらですね、エビも一緒に、エビさんもこうやって一緒に入れてしまっていいです。もうお玉ですくってもいいです。でお玉ですくおうとしてもなかなかすくえなくて追いかけ回してですね、お玉で潰しちゃうということが、ちょっとそういう怖さもあるのでですね、その場合はこの一緒に入れている魚取り網があります。これね、エビをすくって入りました、入りましたね。で飛び跳ねるのでこうやって手で押さえてあげて、でこっちで水につけてあげると離れると思います。今離れましたね、この中に入りました。こういう感じで一本を入れます。エビの数と貝の数はですね、この水槽を調整している時のですね、その水槽の状態によって若干数が違う場合があります。今回エビが3匹いましたね、貝が4匹入ってますね。でこれで、また水を出していきます。でこの貝もできればこうやって頭で作ってあげてください。この巻貝ですね、ヒメタニシっていうんですけど、これはひっくり返っても自分でちゃんと起き上がってくれるので、もうこうやって入れてしまえば大丈夫です。ちょっとこんなちっちゃいのもありますけど、なかなかこういうちっちゃいのはあまり入ってることないんですけど、小さい貝もこうやってすくって入れてあげる。でこのカバクチ科の子貝っていうこの一枚貝はですね、これひっくり返ったら起き上がるのが苦手なので、この残り、まあ、ちょっとこの糞とか入れたくないときはですね、まあ、入れてしまってもちゃんと分解してくれるんですけども、まあ、上澄みだけを取るような感じで入れていってください。これぐらい入れたら今度メダカですね、主役のメダカです。メダカの袋同じようにあります。この水も使います。で、まず外側の袋を開けます。外側を開けました。
で、やっぱりこれ二重になっているので、中側を持って引っ張ってあげると、こちらが出てくるんですね。で、内側の方もゴムを外して開けてしまいます。貝とかみたいにこちらにドバッと入れるよりはですね、もうこのままできれば手でしっかり持っておいて、でお玉でですねメダカを難しい、こうやってすくってこちらにもメダカはですね、3匹入ってます。もうちょっとビニールなので、天女みたいなちょっと白っぽいメダカはもしかしたら見にくいかもしれないんですけども、必ず3匹入ってますので、で最後は3色ですね、これ。で、入れて、でもうメダカ中にいないです。で、これをこちらの先ほどのボールの方に移します。最後にちょっとポロンって白いものが入りました。これはちょっとこれ酸素を出す石なので、これはもう別に必要ないものです。もう捨てちゃってください。もう捨てちゃっていいです。で、この水をさらにお玉で水槽の方に移していきます。入れる、どこまで水を入れるかですが、この上の縁から1センチかぐらい、5ミリから1センチぐらいの高さまで水を入れてしまいます。こんな感じですね。まあ、もしちょっとこういうポロって葉っぱが取れちゃう、ちっちゃい葉っぱが取れてたりしたら、これちょっとまあ取り除いちゃって、浮いてるのはですね。あとですね、この下の方にちょっと細長い草が横たわってます。これ光当てたら起き上がってくるんですけども、まあちょっと下にもしペチャっとくっついてる場合は少しだけこうやって、少しでいいです。こうやって。そしたら、あとは光当てたら、起き上がってくるはずなので、このそこの草に挟まってたりするとちょっと起き上がりにくいので、それだけをちょっとこうやって調整してあげて、はい、
で、このままだとちょっとですね、メダカがびっくり、メダカエビがびっくりした時に飛び出してしまうかもしれない。こういう蓋が入っているのでですね、この蓋をこれをこうやって。同じ大きさなんですけど、こうやって上にかぶせてしまえば、まあ、飛び出す心配はないのでですね、はい、で水槽は一応これで出来上がりになります。で、あとライトですね、ちょっとでこれちょっと残った水、これはもう最後捨てたっていいので、はい、まあ、あんまりたくさんは残らないと思います。で、今度こちらのライト、このライトの箱を開けるんですけども、ちょっともうこれいろいろと干渉剤とか詰まってるのでですね、ちょっと開けるとですね、こういう感じで、これなんか縛ってあるんですけども、もう縛ってるのを外してください。そのまま使うと熱を持っちゃうのでですね、こういう風に伸ばしてしまってください。で、こういったものが入ってます。もしかしたらここは外れてるかもしれないんですけど、あのネジで止める、あのネジというか手でこう回して止めるタイプなのでですね、で、もうこれはこうやって伸ばしてあげて、で、だいたいこれぐらいの高さになるところでを回して固定しちゃいます。足が2本入ってます。これはここのちょっと外向いてるこの穴にこうやっぱこのネジになってるので回して差し込んでいきます。差し込みます。で、これはなんかちょっとぐにゃぐにゃに曲げれるので好きな形に変えていただければと思うんですけど、で、ケーブルのこの部分、この部分が、ここに刺さるようになっているので差し込みます。ちょっとで、これはコンセントに刺します。でですね、スイッチはここにあります。これを押すとライトがつきます。で、こういう風にこの石がある方が後ろ側になるので、石の反対側が正面になります。で、ライトをですね、まあ、ここでちょっと挟み込むような形で置いて、ライトはですね、だいたいここの蓋からまあ2センチ3センチぐらいの高さで、ちょうどこの真ん中に穴が開いているので、ここから光がうまく差し込むような感じですね。こうやって設置していただければもうこれで完成ということになりますね。まあ、ちょっとあの周りがガラスが濡れてるようだと後でシミになったりするのでですね、ちょっと濡れてたらこうやって拭いてあげて、これで完成ですね。貝もちゃんと動いてますし、エビも元気そうですね。で、これどん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 水草育ってくるのでですね、最初届いたばっかりの時はちょっとしなっとなってるかもしれないですけども、だん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 元気になっていくので、こういうふうに焦っておいております。で、これをまあ、人がよく見てくれるところに置いてください。で、あと餌のやり方ですね、ご飯のあげ方とかですね、普段のお世話についてはですね、またちょっと説明書の方、ちょっと今回の説明書なんですけども入ってますのでですね、そちらの方を見てですね、餌のあげすぎだけは気をつけて、餌をあげすぎないようにしてあげていただけたらと思います。これでメダカアクアリウムしずく完成というふうになります。可愛がって